俺だよと声どうもおはようございます。こんばんは、レオジンと申します。モンスターハンターボールドの、プレイ時間が1000時間も超えちゃいました。いや やりすぎたー、マジで1000時間ですよ、1000時間。まあ、日にちで計算するとだいたい41日、40日か41日ぐらいやってる計算になりますね。いや、やりすぎじゃない、1000時間って。まだまだなのかな。まあ、自分がこのゲームでまさかガンランズを使い始めて1000時間超えると思わなかったんで、まあ思わず動画撮ってますけども、まあ動画でまあ紹介はしてなかった、生放送ではね何回か紹介してたんですけども、ちょっと今日はね、ギルドカードをね公開していこうかなと思います。まあ、1000時間超えた記念としてね、ギルドカードを、見ていこうかなと思います。まあ、こんな感じなんですけども、有効度が5万少ね有効度少ね、ほぼソロなのかなってぐらい少ないんですけども、まあ上位クエストと調査クエストはもうカンストしてますね。まあ、闘技クエスト全然やってないんですけども、まあもう1000時間もやったら調査クエストと上位クエストはもう埋まるよね。ほとんどの人がここ埋まってんじゃないかなっていう感じ。ハンターランクは639ですね。そうですね、639はモンハンワールドで言うとやっと中堅中堅ぐらいですかね。まあ、ちょくちょくカンストしてる人もぼちぼち見ますから、まあ、そこまで高いハンターランクではないのかなというふうに思いますね。で、武器使用回数なんですけども、やっぱりガンランズだけぶっちぎってますね。2576回ですねで、体験と、チャージアックスと、ライトボーガン、ヘビーボーガン、ランスかな、他に使ってる武器は、まあ、ヘビーボーガンはなんか使ってみてちょっとダメで、でライトボーガンは確か主にマムタロトだったかな。生放送とかでもね、マムタロト周回するときに、まあ、人数が少なかったりとかしたら、まあ、どうしてもガンランスで行くのはちょっと手数が少なすぎる、火力が少ないということでライトボーガンを担いでます。多分ライトボーガンこの178回は全部マムタロトですね、間違いなく。他のモンスターで使ったことほぼないのかなって感じですね。で、まあ、チャージアックス体験はね結構好きですね。まあ、割と好きだったんですけども、200回前後ですかね。でチャージアックスもまあガチャガチャしてるのが楽しかったからちょっと使ってて、でランスはなんで60回も使ってんだろう。なんか生放送でね、ガンランス以外の武器も使えませんかみたいなコメントがあった時にちょくちょくランス使ってたぐらいかな。まあでもぶっちぎって、まあ40日間のほぼですね、ほぼもうガンランスだけ使ってる状態になってますね。だって調査クエストと上位クエスト合わせてもまだガンランスだからね。そう、約1998回クエスト行って、そのうちほとんどねガンランスで行ってるっていうことですからね本当使いすぎだよね。はい、お供の情報は、まあ、特に面白いのはないですね。まあ、全部レベル10になってますね。で、勲章なんですけど自分まだこんがり肉焼いたことないっていうね1000時間超えてまだこんがり肉焼いたことないからね、どんだけやってねんだよって話なんですけども。であとはこれか、金冠かな、金冠シリーズ、王冠と王冠か、王冠のビッグサイズと、ミニチュアサイズかな。でまあギルドカードの50枚もちょっと集めてないですね。もう純粋に手間がかかるからっていうことでやってないですね。でここの3つが確かおそらくふわふわクイナとゴワゴワなんとかと、あとなんだろう、これあと1つ忘れちゃいましたね。なんかすごくレアな環境生物を取ると確かここが埋まるはずなんですけども。でまあ新大陸の覇者っていう、まあ勲章コンプしてる人も、まあ、数多くいらっしゃると思うんですけども、僕はもうただ純粋に手間がかかるということだけで、はい、やってないですね。まあ基本的にガンランスに関係 しないことはやってないって感じですね。なんかもうあとは適当になんかやってたらここ集まったみたいな感じなんで、まあちょっとこんがり肉焼いてないのびっくりやなどんだけ使ってなかったの、多分一回も焼いてないってことだよね多分。おそらくね。で闘技大会はまあそこまでやってないですね。闘技大会はあんまりなんかこう早く狩るということに興味がないのかな。それが多分ガンランスという武器がないのかのどっちかですけどね、この闘技大会のどこか。
ですね。で金管なんですけども、まあでも適当にやっててもまあ集まりますけどね。なんかここら辺、このラドバルギンとかレイギエのあたりはかなりめんどくさそうではありますけども、まあイビルジョーは結構買ってます。100体ぐらい買ってんのか、まあ、ほとんど捕獲してますけどね。こんなもんかな。あ、ここら辺は全部金管揃えてますね。ここだけちょっと桁がちょっと変わってきてますね。ネルギー、テオテス、ナナテス、クシャル、バラハサク借りすぎやね。300体以上買ってますね、こいつ。300体ぐらいやってますけども。はい、こんぐらいで金管が集まっておりますね。いや、こう、なかなか自分でね、あのギルドカード見るっていうのはなかなかないんですけども。まあ、こんな感じですね。はい、ということで、今回挑戦していくのは新大陸の空と花でございます。なぜいきなりこのクエストを挑戦しだしたかと言いますとですね、僕がモンハン動画を続けてまして、まあ、あのガンランス動画ですね、あの初心者でも分かるような、あなたもこれでガンランスが使えるようになるみたいな動画を上げてたと思うんですけども、それの動画のね、それを除いて一番最初に挑戦したクエストが、まあ、こちらのクエストだったんですけども、いやーでも懐かしいな。サムネがひどいよね。サムネがもう背景真っ白やし、まだねサムネ作りに関してまだずっと練習中の身だったのでね、まあああいうサムネちょっと今見たら本当にひどいんやけど、かといって今のサムネもいいのかって言ったら微妙なとこやけど、痛い痛い痛い、ちょいきなりフルボックスあってんやけど、危ねー、今のは危なかった。ちょっと待ってー、ちょ、開幕からボコボコなんですけど。あー、毒が、毒が。やばいやばい、まずまず。止まれ。よし。ちょ、開幕からすごいボコボコにされちゃったんですけど。やっていきます。よいしょ。弾ねえんですけど。OK。まあ、最初はリオレースからやっていきましょうかね。あいつちょっと飛ぶとめんどくさいので、早急にダメージを取って。まあ、リオレイヤーはなんとかなる。と、踏んで。さあ、行きましょうか。いやー本当になんか僕はこのクエスト最初クリアできるかどうか分かんなかったんですけどね、当時は。まあ、でもガンランスだったらこのクエストクリアできますよって意味を込めて確か作ってたのかなって思うんですけど、まあもう覚えてねえな、その時のどんな風に思ってたのかってのを覚えてないですけど、まあただもう150本以上もうモンハンの動画上げてるっていうことになってますからね、今のとこだと。そうですね、全部で数えたら150本以上、ガンランスに関する動画を上げ続けていたのかなと思いますけども、まあもうやっぱなぜそこまで続けてこれたのかっていうと、やっぱりこう、ご視聴してくださってる皆さんのおかげっていうのがやっぱ一番でかいですよね、僕の中で。先行弾外してる、当たってないんですけど、なんでだ、なんで当たってねえんだよ、なんで当たってねえんだよ。いや、どうだった、打ちすぎ打ちすぎ、スリンが、あー危ない危ない。リオレース足とかも久々借りに行くわ、ほんと。まあ今でこそもうやることあまりなくなってきた、まあ、ワールドなんですけども、まあでも、まあ、当時はやっぱ楽しかったですよね。まあムタロとかまだ来てないし、ナナテスカトリもまだ来てなかった、イビルジョーもまだ来てなかったねぐらいの時、まだロイヤルバーストとかが強かった時かな、どうだったかなちょっと覚えてないですけど、そこまで記憶、ちょっと記憶力なかったんですけど、なんか結構そこら辺マムタロと来てなかったよな、まだ。確かマムタロとまだ来てなかったと思うんで、おそらく多分そこら辺もほんと初期の頃に上げたと思うんですけどもね、まだロイヤルバーストマグラハとか強かった時代かな。 OK、 とわつが両、いやー、でもやっぱここまで続けてこれたなー。プレイ時間1000時間いくとは思わなかったよ。危ねえ、危ない危ない、あいつ怖いわ、ほんとこっちかな。顔くださーい、痛い痛い、ちょっとちょっと待って待って、3回連続突進はなしですね。よっ、ん、来るか、避けた、ラッキー。あち、飛ばないかな、飛ばないですね。
いや本当にこう今、まあ、これからもね、まあ、続けていきたいっちゃ続けていきたいんですけどね、まあ、今現段階だとそうだな、歴戦王、ネルギガンテのあとアイスボーンとの間に何があるのかなって感じですよね、まあ、コラボね、コラボとか新しいクエスト、新しい武器とか増えてくれたらいいんですけど、まあ、そういうわけにもいかないですよね、難しいとこです、ゾーラ。まあ、でもガンランスは本当に使ってて楽しい武器ですのでね、まあ、自分がこれも2000回以上使ってるわけですから、まあ、楽しくない武器なわけないのでね、まあ、この動画とか、まあ、僕の動画を通してね、もっとガンランスの魅力に、まあ、知ってもらってね、ガンランスを、まあ、皆さんが使っていただけたらなと思いますね。まあ、もうレオジンさんの動画でね、ガンランス始めましたっていうコメントがやっぱ一番嬉しいですからね。やっぱリュウレイヤー体力あるな、よっよっ。やっぱこれからもね、頑張ってね、動画上げていきますんで、応援の方よろしくお願いいたします。まあ、こんな感じですね。まあ、本当はギルドカードの紹介だけで終わろうかなと思ったけど、さすがにそれじゃあね、動画がちょっと短くなりすぎるんでね。さすがに短いかなと思って、記念にね、一番最初の頃に上げてたクエストをもう一回リベンジしてみました。まあ、当時より上手くなってたらいいんですけどね、ガンランスがね。ではね、今回の動画はこれで以上となります。まあ、今後ともね、生放送とか、まあ、動画投稿もね、これからもね、いろんなゲームとか続けていきますんでね、もしよろしければ、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。大体、投稿ペースは2日に1回、3日に1回ペースで上げておりますんでね、しょっちゅう上げることはできないんですけども、まあ、生温かい目で、かつ、寛大な心で、動画を待っていただけたらなと思います。それでは、ご視聴お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。